四日市店は三重県四日市市諏訪栄町7-3にある近鉄百貨店が運営する百貨店近鉄名古屋線などの集積する近鉄四日市駅の駅ビル四日市近鉄ビルに入居している県と津の妻つび市を上回り三重県内最大の百貨店である店舗の周辺は駅北側高架下を東西に結んでいる ふれあいモールを中心として、グルメパーク、シネマホール、参考ビル、とホテル四日市、当店などが取り囲む形で、三重県下としては、随一の商業集積地となっている。もともと、当店付近には、近鉄名古屋線の諏訪駅が立地し、繁華街となっていた。1956年には、同線が国鉄と共有していた四日市駅を、 経由せず、諏訪駅付近を通過する新ルートへ切り替えられ、この二駅に代わって、近畿日本四日市駅を開業した。これを機に、1959年に、岡田屋駅前店が増築し、百貨店業態に近い岡田屋として営業するなど、近鉄四日市駅前へ、商業集積が見られるようになっていた。1960年には、 四日市近鉄百貨店として当店がオープンしている。四日市スターアイランド増築を重ね、市の中心部も当店付近へ移動してきた。1988年3月には、近鉄東海ストアと合併して、中部近鉄百貨店四日市店となっている。この年の11月18日には若者向け情報、発信基地を目標に当店に隣接して、 四日市スターアイランドをオープンした。当初は近鉄流通グループの近鉄商業開発の運営である。ここまでは四日市市内の百貨店は当店のみであったが、四日市市は大都市近郊の郊外型地方都市とも言えるため、購買力が名古屋へ流出していることが課題とされていた。さらに1991年11月3日には、 松坂屋四日市店を各店舗として、アムスクエアがオープンすることで、市内でも百貨店同士の競合が生じている。当店も、名古屋への流出対策も兼ねて、様々な顧客へ対応できる、よう、1990年に北立てを新設し、1991年には既存の南館を地下1階、地上13階に建て替えることで、営業面積を大幅に拡大した。 しかし、アムスクエア四日市からは2001年には松坂屋が撤退し、2002年に他のテナントも撤退して全館閉鎖に至った。また、岡田屋四日市店の更新、ジャスコ四日市店も2002年1月20日に閉店するなど、ライバルの撤退とは言えるものの、当店周辺の中心市街地の空洞化が見られるようになっている。これに対し、 アムスクエア四日市がララスクエア四日市として再オープンするなどの動きもあり当店でも継続的なリニューアルを行って対処している2007年には近畿日本鉄道による四日市ターミナル整備計画の一環として大規模な改装を行った地下1階は段階の世代などアクティブシニアをターゲットとした売り場へ改装を1階2階では食品や 婦人用品の売り場を拡充し、書籍売り場も、この2フロアに移転増床した。ユニバーサルデザインも考慮し、店内通路や照明、トイレなども改修している。当店北側にある、グルメパークも従来の飲食店に加え、物販店を加え、温かみのある外装に一新した。近鉄百貨店となってからは2013年春に、奈良店、フープ、 近鉄パッセと共に改装に着手した。旅行、ウォーキング用品の充実や地下への大型専門店の導入などを2段階に分けて行い、同年3月14日に第1陣、3月23日28日に第2陣が完成。第2陣ではすべて書籍売り場となる地下へ丸ンを導入し、2階の貸し売り場には、ユーハイムなど、 東海地方初登場のブランドを導入した。投資額は約7000万円で、年間の増収目標は約4億6000万円。その後、人口減少や少子高齢化、大型ショッピングモールの拡充などの環境の変化に応じ、2018年には2007年以来11年ぶりに大規模な改装を行い、11月20日にグランドオープンした。 百貨店、専門店コミュニティのハイブリッド型店舗を目指す。コミュニティの取り組みとしては、若手、中堅社員を中心とした、四日市店、リモデルプロジェクトを発足し、物を売ることが、中心の従前の百貨店から、地域ならではの品の発信など、地域競争型の店への転換に必要なことを、考える取り組みを実施している。三重県や四日市市の魅力や、 特産品の発信を行っていく活動、イオン四日市がその一環である。専門店の導入としては5階に、東海地方最大の営業面積、約2200平方メートルとなる、無印良品を誘致する。三重県内発のカフェミール無地を併設するほか、四日市市の伝統工芸品や伝統行事を再発見するワークショップやイベントなども行う。 これに合わせ、同じフロアの採事場もリフレッシュし、物産展などの採事に加え、無印良品とのタイアップを図る。また、フランチャイズ事業も実施。6月には、ABC クッキングスタジオを2階で運営開始し、7階には、大阪、道島のシンスのフランチャイジーとして、レンタルオフィスを展開している。一連の改装で、改装面積は6 6 0に、 投資額は約10億円。年間の増収目標は14億円を見込む。翌2019年3月26日には、地域競争型百貨店の一環として、一回食品売り場に、三重県内の100以上の業者による、特産品をおよそ500点を集めた、伊勢ロテラスをオープンしたほか、富沢商店など3ショップを新たに導入している。 しかし、当店からの賑わいは、商店街や周囲にはあまり波及しなくなっており、相変わらず空洞化が課題となっている。当店を運営する、近鉄百貨店でも、戦術の四日市スターアイランドの集客力が、著しく低下したとして、2020年2月末に閉館した。株式会社中部近鉄百貨店は、三重県四日市市に本社を置いていた。 かつて存在した近鉄グループの会社。株式会社、近鉄百貨店と、近畿日本鉄道株式会社の子会社であったが、2009年に、株式会社、近鉄百貨店に吸収合併された。近鉄百貨店グループのうち、市が東海地区を担当していた。かつての社名は株式会社四日市近鉄百貨店で、四日市店のみを運営していた。 名古屋店は、もともとは株式会社近鉄東海ストアが運営していた店舗であるが、1988年3月に、この両社が合併したことにより、中部近鉄百貨店が誕生した。他方、草津店は1997年に、滋賀県の草津駅前にオープンした、株式会社草津近鉄百貨店が前身である。2003年に、草津近鉄が、旧、 中部近鉄を合併し、同時に株式会社中部近鉄百貨店に社名変更した。このように、近鉄グループでは株式会社京都近鉄百貨店をはじめ、ルーツの異なる百貨店運営会社が多数存在したが、経営効率化、営業力強化のため合併を進めている。1998年に株式会社平らかた、近鉄百貨店が株式会社、 近鉄百貨店に九州合併された後、2001年2月28日には、京都近鉄が株式会社、近鉄百貨店を逆さ合併する形で株式会社、近鉄百貨店となる組織変更を行った。その8年後、2009年3月1日をもって、当社も和歌山近鉄百貨店と共に、株式会社、近鉄百貨店へ九州合併され、 全3店舗は全て株式会社近鉄百貨店が運営する形に改められた。合併比率は1、138.7、2.7である。そして、2013年2月28日に近鉄松下百貨店が閉店して以降、近鉄グループで百貨店を運営する企業は株式会社近鉄百貨店1社に統一された。 四日市店以外に運営していたのは以下の2店舗である。草津店 JR 草津駅前に1997年9月開業。株式会社京都近鉄百貨店からの出資、人的支援を受けて開業した。中部近鉄百貨店による経営を経て2009年3月1日からは株式会社近鉄百貨店の近鉄百貨店草津店となっている。 名古屋店名古屋近鉄ビルに入居している。他店との差別化を図るため、百貨店が苦手としていた若者に特化した店をコンセプトとし、1988年に1階から6階までを改装して、ヤングメッセ近鉄という名称を名乗るようになった。1998年からはさらにファッションに特化した店として、近鉄パッセという別名を全面に打ち出している。 この方針は近鉄百貨店の直営化以降も維持されている。ありがとうございます。